中予地区の小学生金管バンドが集まったジュニアバンドフェスティバルが28日松山市で開かれ、見事な演奏を披露しました。松山市民会館で行われたジュニアバンドフェスティバルには中予地区の小学生金管バンド23団体およそ800人が参加し演奏を披露しました。観客を入れての開催は4年ぶりで、児童らはクラシックからアニメソング、J-POP などさまざまなジャンルで日頃の練習の成果を披露し、観客を楽しませていました。今回の演奏で最も優秀だった1団体は、来年2月の西日本大会に出場します。